Hold me close and hold me fast. This magic spell you cast. This is la vie en rose. Hi guys, Irina です。今週の動画は新しいシリーズのティータイムウィズリーナの動画です。Yeah. だから、この動画始まる前にみんなもお茶準備してきて一緒にティータイムウィズリーナやりましょう。このシリーズのティータイムウィズリーナっていうのは何かを紹介するっていうよりもいろんなみんなの悩み事を紹介する動画です。で、今回のトピックはちょっと重要なことを取り上げたいと思ってます。今までに私にくれたファンの方からのメッセージや悩み事で多かったのは、私は自分に自信がなくてとか、私はいじめられていてといったことに対して何かフィードバックみたいな感じで私の経験を踏まえてアドバイスをできればなと思ってます。なかなかこういうトピックは友達と話すことはあっても、こういう動画とかで取り上げることはあんまりないなと思ってこの動画を作ることにしました。で、最近少しずつありがたいことにサブスクライバーも増えてきているので、この問題を取り上げたいと思いました。それでは早速本題に入りましょう。私は自分に自信がないし、どうやったらそんな自信が持てるのとか聞かれたりするんだけど、それはみんなが悩むことだと思う。私も自分の鼻あるじゃん、自分の鼻に自信がなくて、小さい頃は友達とかになんか、イリーナの鼻って超変だよねとか、キモいよねとかって言われてたんだけど、まあそれ言われてから、いつもなんか、毎日ではなかったら、週に1回ぐらい、洗濯バサミ取って、鼻にこうやって挟んで、なんか、スラッと、こうやってやったらスラッとなるかなと思って、やってたんだけど、今は自分の鼻が 100% 大好きとは言えないけど、一応 70% ぐらい70% ぐらい好きになってきてるかな。で、どうやってその嫌いから好きに向いていったかというと、英語である名言 Fake it till you make it、 つまりできるまでフリをするってこと、これがヒントの一つ目です。でもこの自信っていうのがなんか微妙だったりするんだよね。自分に自信がありすぎに見えて自信過剰に見えたり、なんだろう、ここで一つ説明しておきたいのが、自信過剰すぎてその人を批判するのは、結局自分に自信がないから人を批判して、自分よりもよく思いたくないから人を下げてみたりするんだよね。だから例えば私の例で言うと、自分の鼻はそこまであんま悪くないかもとかって思い始めたら、自分の鼻も好きになれる。だからそう思い始めたら、そういう愛着が湧いてくると思うので、もちろん人間は急に変われないから、だから少しずつおまじないみたいに見方を変えることによって自分の考え方とかも変わると思います。人におかしいって言われたから自分に自信がなくなると思うんだけど、人間赤ちゃんの時に生まれてすぐに自分に自信がないわけでもないし、世の中に人間として同じ人がいるわけでもないから、違うからこそその一人一人の良さがあっていいと私は思います。だってみんなが一緒だったらちょっとつまんないもんね。だから Fake it till you make it。 自分のポジティブシンキングから自信って生まれるし、だから最強だよ。実践してみてね。行動を起こさないと何も起こらないからね。で、次二つ目のヒントは、他の人と自分を比べないようにすること。さっき言ったことと少し被るかもしれないけど、まあこれはみんなやるよね。男でも女でも多分みんな自分を人と比べると思うの。自分もよくセレブの SNS とか見たりするけど、だから例えばカイリー・ジェナーは可愛いし、かっこいいし、綺麗だし、パーフェクトボディだし、いろんな人たちがカイリー・ジェナーのことを尊敬とか、憧れてると思うんだけど、なんか自分に自信がない人たちは、カイリーの全てを真似すればカイリーみたいな感じになれるって思い込んでやってる人もいたり、でも結局自分は他の誰にもなれるわけではなくて、だから自分はやっぱり自分になるしかないと思ってます。自分自身がなりたい自分になる、それこそが重要だと思うし、そこにあの人のああいうところがいいなとか、こんなところを真似したいなとか、自分なりに取り入れていくと自分らしくなっていいと思います。いいなとか羨ましいなとかって思うのは別に悪いとは思ってないけど、だからその憧れる人になりたいから全部を真似するっていうのはまだちょっと違うと思うの。さっきも言ったように、自分は世の中に同じ人なんかいないし、自分には自分なりの良さが
絶対にあるはず。で、その良さは自分が気づいてなくても、他の人にとってはすっごい羨ましいことであったりするからね。で、一番重要なヒント。三つ目のヒントは、これは自分に愛情を持って接する。どうやってやんの？それは自分をいたわってあげること。自分の見た目、性格、すべてを受け入れて自分を大切にすることだと思います。私もコメント欄とかでたくさん嬉しいコメントとか書いてもらってるんだけど、たまに悪いコメントとかがあったりすると、なんかなんだろう、その一言が結構自分に残ったりすることがあるのね、頭の中に。でもそれはその人の意見だし、みんなそれぞれの意見が違うのは当たり前だよね。人間は人に好かれようとしがちだけど、人にどう見られてるか注目するよりも、自分がどうやって自分を表現するかとか、自分がどうやったら自分らしく生きられるかとか、そういうことが自分を愛する、だからつまり love yourself っていうことにつながると私は思います。今回の動画はどうでしたか？初めてのハッシュタグ teatime with Lena、 全然お茶飲んでなかったねどうだった？みんな、感想とか下のコメント欄に書いて、フィードバックとして、ぜひ読ませていただきたいなと思ってるので、下にコメントしてください。で、本当に、本当にいつも皆さんのサポート感謝してます。ありがとうございます。で、もっとこれから、なんか重要なトピックについて話すっていうことを、てか動画を作りたいと思ってるので楽しみにしてくださいね。私もう本当にこういうなんか重要なトピックについて話すのが大好きだし、LGBT とか例えばゲイとかトランスジェンダーとかそういうことについても話すのが大好きなんで、これからもこういうティータイムズリーナの動画を作りたいと思ってます。はい、それではまた次回のビデオでお会いしましょう。バイガイズ。